ゆうバスは2012年4月において熊本県熊本市の政令指定都市移行に伴い新たに運行を開始したコミュニティバスである別称、クバスとも呼ばれる同年4月2日より運行開始なお過去においては熊本市内中心市街地を循環するルートで運行していたコミュニティバスも存在しこの時も同じく 悠々バスという愛称が使用されていた。本項目においては、政令指定都市移行後に運行開始した区バスとともに、過去において運行されていた都心部循環バスについても併記する。2012年4月、政令指定都市移行後の利便性向上を目的として、熊本市が主体となり、コミュニティバスの運行を計画し、新たに設置される区役所までのアクセスを中心に、 地域のバスとして日常生活においても市民の足を確保する目的で新設された。運行ルートは北区、南区、西区、東区の区内のみで区役所、出張所を中心にその周辺において運行された。しかし、利用客低迷などの諸事情により運行開始から約3年ほどでほとんどの路線が運行中止となり、2021年現在においても 運行している路線は、北区の一系統のみとなっている。なお、中央区内での運行路線は、当初からない。運行日はいずれも、平日のみで、と、日祝祭日並びに年末年始等は運行しない。愛称である、UU バスの、U には、熊本の、熊の意味を表すほか、U の言葉に、色々な漢字があることから、各地域コミュニティにあった。 悠々バスに育てて欲しいという意味が込められており、熊本市が一般公募の中から最も多かった案から採用し、決定したもの。熊本市と各バス事業者で作るバス交通のあり方検討会答申により、熊本都市バスが担当する。北区東区2015年4月以降は運行していない。南区西部及び西区南部2014年4月以降は運行していない。 なお、廃止後の2014年4月以降における、大対策として2018年4月現在、区バスのほとんどが廃止になったため、区バス専用車として使用する一部の車両を除き、都市バスカラーに変更され、各一般路線で使用されている。車体上部の冷房装置の周辺のみ、区バス時代を踏襲し、黄緑色で塗装されている。都心部巡管バスは、 熊本県熊本市において、熊本交通センターと熊本電気鉄道藤崎、宮前駅間を繁華街を経由しながら結ぶ、循環路線として2001年から2005年にかけて運行されていた。運賃は全区間どこまで乗っても100円均一であった。1999年夏、熊本市が都心部循環バス計画を公表。2000年12月16日、 オムニバスタウンの指定を受ける。熊本市が進めるオムニバスタウン計画の一つとして、中心市街地活性化やバスを活用した街づくりを図る目的で、都心循環バスの検討が行われた。2001年3月2日から11日まで、本格運行時の利用者数予測やルート検討のため、10時台から18時台まで20分間隔で27便が無料運行された。 一周約 6.4km、所要時間約55分のルートで繁華街周辺を通る路線であった。バス事業者はアーケード街や並木坂など繁華街中心部の走行案を提案したが、警察や商店街は安全面などから反対したため実現しなかった。試験運行期間中の利用者数は平均456人、日にとどまった。 2001年11月23日に本格運行が開始された。藤崎宮前駅の電車発着時間に合わせたダイヤとし、10時台から18時台まで15分間隔で32便が運行された。一周約 4.8km、所要時間約40分のルートで、試験運行時に比べて簡略化したルートであった。悠々バスの愛称は公募で決定されたものである。 運行開始から約半年間の利用者数は平均202人日。2003年3月19日に平日のルートダイヤが変更された。利便性を向上し、乗客数を向上させるため運行ルートを変更し、14時台から17時台は10分間隔、それ以外は20分間隔に変更された。さらに2003年9月19日に平日と、 と休日のルートダイヤを統合する形で再変更された。2004年6月1日に平日の運行が中止された。赤字削減のため土日祝日のみの運行となった。2005年3月31日に運行を終了した。熊本市営バスにおける営業係数は700を超え、累積赤字は4社合計5000万円近くに達した。 周辺は既存の路線バスの運行頻度が極めて高いことやアーケード街に直接アクセスできないことで徒歩に比べて所要時間が大差ないことなど様々な要因から利用が低迷した。都心部循環バスに使用されていた車両は各社の一般路線バスとして運行されている。熊本市交通局と熊本電鉄では都心部循環バスの路線を一部継承したルートの 路線を新設していたが、熊本市交通局の路線は早くに廃止となり、約7年にわたって運行してきた熊本電鉄も2012年3月31日をもって運行を終了した。藤崎宮環状として運行中上6系統として運行中熊本バス、2019年9月11日、熊本都市圏のバス案内番号が変わります。九州参考バス。 2019年8月4日閲覧。運行開始当初より、運行車両は、全車熊本都市バスの所有でありつつ、実際の運行は、東区の、たくま循環ルート一系統の未自社による運行とし、残る路線はすべてもよりの運行事業者に委託していた。現在も運行する、北区の、植木循環ルートも2017年までは、熊本電鉄バスに引き続き委託していたが、 2018年以降は、熊本都市バス上熊本営業所の乗務員による自社運行となっている。2021年度現在、第1便、第2便については、道の駅スイカの里植木の営業開始時間の都合上、植木駐車場始発終点である。ありがとうございます。